全システム準備完了。All systems are go. Done. 画面がそうですね。実際今先ほどの画面と同じ画面は第3回のブーストを実施中です。2024年1月20日、日本標準時午前0時20分に小型月着陸実証機スリムが月面へ着陸したことを確認いたしました。探査機は着陸後正常に通信を日本局に伝えております。また地球からのコマンドも正確に受信をして、それに探査機が反応しておるということも確認ができております。ただし太陽電池の発電ができていないという状況が今確認されております。30日間かかって太陽の向きが変わっていくわけですけれども、そうしますと、もしかしたら太陽の当たり方が変わりまして、太陽の向きが変わりまして、今の状況ではない方向から光が当たることによって太陽電池に光が戻ってくるという可能性もあるので、